リンリンハローパラレルリンリンパラレルのリンドです。はい、本日はですねこちらのロペ様のお家をねご紹介していこうかなと思います。で今ちょっと場所を移動させて撮影しやすいようにしている状態なんですけれども、いますねロペ様、うちの高貴なる存在。いや綺麗ですね、可愛い顔してる。そしてカメラに向かってきた。めっちゃ見てる、可愛い。はい、今はね撮影しやすいようにいつもこっちにケージが置いてるところなんですけれども、このちょっと押し入れのところのね前で撮影をしております。はい、で普段はねここに置いていてパネルヒーターを引いて上に今メンテナンス中だったんでこちらに置いてるんですけれども、上にこうかぶせるヒーターがあります。はい、では早速ねケージの方を見ていきましょう。はい、物としてはですね約25ぐらいのアクリルパネルを、自分で、切ったやつを、接着剤でアロンアルファで、ね、ここをくっつけて、で上は100均に売っている網ですね、フックでかけられる網のフック部分を、切って、間を、この結束バンドでね止めて、こういう形のメンテナンスのできる蓋を作ってという状態のケージの雰囲気になっております。で基本的に100均で揃えております。まあ、この餌というか水入れはねロペ様を購入した時に一緒にセットで入ってたやつに、マスキングテープでね、はい、和風なマスキングのテープを貼ってっていう状態と、こちら100均で売ってたお皿、ここにはですねたまに、うちのロペ様はですね餌がですねこちらレオパゲルと、たまになんですけれどもこちらの乾燥の水アブですね、レプタイルワームということでアメリカ水アブの幼虫をあ、げています。なのでそれを入れる器ですね、おやつとかを入れる、まあほぼこれはメインで食べるものではなくおやつって感じですね、を入れる感じですね。ちょうどメンテナンスのついでなので少しだけ入れておきました。多分入れておくと今食べるじゃないですか。はい、だっちゃーだっちゃー、気づいたら多分食べに来ると思います。はい、で他の、シェルターはですね、知り合いの方からいただいて、あんな感じで和風のね桜の、ステッカーをね横と前と貼っております。でなんとなくですねこのロペ様、このロペ様ですね雰囲気的に和風が似合いそうだなと思ったので、和風レイアウトにしております。で一回開けましょう蓋は。ほっ、中はですねこんな感じ、結構広々としておりますね上から見ると。はい、でこれはですねガチャガチャで、あった和傘を使用していて、おっと、あ大丈夫です、置いてた蓋がね倒れただけなので、この蓋ね。はい、で、100均に売ってる造花、メタセコイアっぽい感じの造花 と、桜の造花と、まあ、ここにラズベリーがちょっとだけいるね。あとはこれアマゾンで買ったのかな、マスキングテープ、和風のマスキングテープと、この辺は100均で売ってた桜のシールを貼って、でこれも100均に売ってた台ですね。これを通るとですね、ごめんよロペ、ごめんね、ちょっとだけ取るよ。取るとですねこうなってるんです。で割り箸でね和傘を補強して、でこの辺りこんな感じでね、造花を切ったものをね、結束バンドねでつなげて、この横の部分とかいらない部分はねもともとこの X の字の感じでね、 X の感じでここにもあったんですけども、ここは通りやすくするのに切りました。正面はもともとついてないです。でこういう台、これもね100均に売ってるんです、この台が。そのものを100均で買って、くっつけた感じ。そしてこの畳もね100均で今売ってるんですね。で
金屏風も。金屏風がちょっと剥がれてるね。あとでこの辺、なんか上からテープ貼っといた方がいいね。はい、こんな感じになっております。ロペ食べるかな、これ。いらない？ロペ、ロペサーマ、ロペサーマ、いらないですか？いらないですね。ちょっとロペそこなどね、今切り落としてるから使っちゃうわ。よいしょ。はい、こんな感じで、ここでね、温まったりしたりしてます。ここの上にヒーターが置いてあるので、ここで温まったり、この上で温まったり、あとたまにこのね、シェルターの中、このウェットシェルターの水入ってるところの中でなんか寝てたりします。多分ね、ちょっと狭いところがやっぱ好きなんですね。そういうのもあって上にいることも多いです。じゃあ早速ね、ケージ自体を、いつもある場所に戻しましょうか。ほっ、ちょっと移動するよ、ごめんね。よいしょ、ちょっと移動しますので上からの映像をお楽しみください。それのね、あそこの下に、ちょっと見にくいけど、ここがね、ヒーターがある状態になります。それとね、その下が暖かくなる感じですね。ちょっとだけパネルヒーターの位置を調整しましょう。よし、そして上にこんな感じでね、このヒーターをこれ鉄でできてるものなので、特に火災の原因とかにはならずというところですね。で、周りもね、ちょっとこういう桜の、100均で売っちゃったんですね、結局。100均でめちゃめちゃ買って作ったという感じです。アクリルはね、これ100均じゃなくて、実は私が趣味でたまに作ってるドールハウスのようなね、ものの、全面につける用として売られてたものなんですけれども、それを、切ってこんな感じではめ合わせたという状態になりますね。あ、ロペ様綺麗ですね、本当に。はい、こんな感じの、レオパのロペ様のお部屋のご紹介でした。基本的にもうこのレイアウトで1ヶ月2ヶ月ぐらいかな、もうこうなってるので、このレイアウトのまま進んでいくかなと思います。かなり生活もしやすくて、ここにも慣れてくれているので、元気にすくすくロペ様がね、育ってくれればなと思います。ということでね、本日はこちらレオパード月光の、ロペ様のお部屋のご紹介でございました。なんていうんですかね、レイアウトを楽しみたい方はぜひともこういう風にすると、いたずらすることほとんどレオパはね、ないので、楽しいレイアウトができるんじゃないかなと思います。ということで、以上リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上リンドでした。バイバーイ。